まずは父さんたちを襲ってきた奴らを探さないとだな。盗賊っぽい連中の中に普通の兵士もいる。で、父さんたちが奇襲を受けたところ右側にこちらの情報を持っている者がいるのでは。スパイか。潰そう、徹底的に。はっ。ああ、おめろえ。今日はお見事でした。ここではお頭と呼ぶ。慌てふためく様を思い出しますと酒が進みますな。されてもおれん。あやつを取り逃してしまったからな。して、早く国に帰りたいものだ。まったくです。なるほど。そういうことか。ん？貴様ら何者だ？動けない。結界で動けないように固定しただけ。結界だと？何を。待ってくれる？あのさ、こっちの質問に答えてくれるだけで、嘘ついたりしたら、わかってるよね。なるほど。英国、隣国の兵士か。そうって王国に侵入して、内部を混乱させようってわけね。今日には警備隊がいたはずだが。協力者がいたんだ。協力者？そこまでは知らない。こんなこと、父さん以上の権限がないとできない。もしかして、国内に父さんの命を狙う者がいる。知っているのはこれだけだ。この件に関してはもう引き下がる。だから。わかった。教えてくれてありがとう。フレイ、この砦ごと全部燃やしてくれる？は。もう我々はただ命を受けてやっただけ。ああ、俺は君たちの事情とか本当どうでもいいわけ。だって君たち父さんに奇襲かけた。そんな奴許せるわけないよ。我が主を不快にさせた罰だ。思い知るがいい。助けてくれ！俺たちが燃えてるぞ！早く逃げろ！お疲れ様でした、ハルト様。ん、フレイもね、とか、国同士のいさかいだとか、よく知らんけど、ちょっかい出してきたなら容赦する必要ないよね。とりあえず、父さんには匿名の手紙で今日のことを説明しておこう。